広島と福山から三好に来た人、そして三好市民に朗報です。こちらの JR の往復乗車券を購入すると、このように市内で使える商品券がもらえるんです。三好市が今日から始めたのは、その名も三好市乗って乗って半札事業。市内の駅から広島駅までの芸備線区間と福山駅までの福塩線区間の往復乗車券を三好駅前の交通観光センターの窓口で見せれば、市内で使える商品券三好半札が1000円分もらえます。 JR 西日本によりますと、実はこの2路線一部区間が輸送密度1000人未満となり赤字が続いているんです。このことから存続について国の検討会で議論が進められています。 JR 芸備線福塩線のですね、利用促進、そして三好市のですね、地域活性化にですね、つなげていきたいというふうに思っています。往復乗車券の提示でもらえる三好半札、商店街にある飲食店やコンビニエンスストアなど市内のほとんどの店で使えますが、こちらの半札、こういったところでも使えるんです。三好市ゆかりの人形作家辻村寿三郎の作品が展示されている人形館。こちらでは物販の購入の際に半札が使えます。先生の人形というのは親子で見て、いろんな世代の方で一緒に見て楽しめる人形になっています。ぜひ夏休みですので、ご家族で一緒に来ていただければ嬉しく思います。今回のキャンペーン期間は12月28日まで。子ども運賃や片道乗車券などを利用した場合は対象外だということです。赤字路線の救世主となるのでしょうか。